突如現れた究極生命体アブソリューティアンの戦士アブソリュート・タルタロス。奴の狙いは一体何なのか。これは数万年前ウルトラ大戦争時代の物語。頼む、見逃してくれ。俺たちはただエンペラ星人に脅されて時間稼ぎをしていただけだ。お前らはおとりだったってわけか。どけ。よせ、ベリアル。なぜ撃った。彼らは戦意を失っていた。何を甘いこと言ってやがる。この戦争を仕掛けたエンペラ星人の手下だぞ。急いで戻るぞ。チュほう、あれがベリアル。逃げなさい。ありがとうございます。さあ早く。いい女だ。俺にふさわしい。さっさとこいつを倒すぞ。チュン。生意気な。世が氷にした以上この星に未来はない。なんて強さだ。これが闇の力。臆するなベリアル。ここで私たちが倒れれば光の国どころか全宇宙の破滅だ。なぜ戻ってきた。ここは危険だ。これをあなたに。これは私の一族が管理していたものです。ウルティメイトブレード。光の国に代々伝わる聖剣じゃないか。ええ、使わせてもらう。バカな。これが剣に秘められた力だと。Oh.
あ、ベリアルさん、傷はもう大丈夫ですか？当たり前だ。俺は必ずこの光の国を治めるにふさわしい大物になってやる。そしたら俺と。マリー、ベリアル。あ、ケン。今回の事件を受け、光の国に宇宙警備隊が創設されることになった。議会の推薦で私がその初代隊長に任命されたんだ。何？それはすごい。同じこと。バカな。行かないからな。俺の方が実力は上のはず。力がいる。誰にも負けない力が。お前の運命を変えたくはないか。強大な力を手に入れ、欲しいものを手にしたくはないか。強大な力。ケンは宇宙警備隊の隊長となり、いつしかウルトラの父と呼ばれ慕われるようになった。だが時が経つにつれ、ベリアルとの溝は深くなっていった。やめろ、ベリアル。これは訓練だぞ。貴様より俺の方が強い。なぜお前が大将に。すまん、つい。ベリアル。またこの声、いつも聞こえるこの声は一体。そうだ、力だ。力さえあれば欲しいものは思いのまま、俺の運命が変えられる。プラズマスパークのコアさえあれば、俺は剣を超えられる。待て、ベリアル。離せ。ベリアル、なぜだ？なぜコアに手を出した？黙れ！お前の正しさが俺を苛立たせるんだよ！ベリアル！なんだ、貴様は。我は究極生命体、アブソリューティアンの戦士、アブソリュート・タルタロス。遥か数万年後の未来から来た。
この先起こるお前の未来を見せてやろう。お前はレイブラッド星人と融合して新たな漆黒の姿を手に入れるも、幾度となくウルトラマンゼロに邪魔をされ野望を砕かれてきた。運命を決定づけたのがお前の遺伝子から作られたウルトラマン、ウルトラマンジード。お前は究極形態に進化して挑むも破れ去り滅んだ。ジード！これはお笑い草だ。力を手にした結末が自分の息子に打たれる未来とはな。私と一緒に来い。お前の運命を変えてやろう。楽しくなりそうだ。みんな、今日も見てくれてありがとな。動画が面白いと思ったら、ここを押してチャンネル登録だ。これからも応援よろしくな。